皆さんこんばんは。皆さんこんばんは。見た目の純也とスーザンです。はい、キッチンから今日はお届けします。これからサーフィン行くんだよね。夕日サーフィン。夕日サーフィン行きます。なんか久々にさ、バリさ、あんまり夕日風吹いてない予報で、うん、あと波もちょっとちっちゃめ予報なんで、今日はロングで楽しみたいと思います。はい、で今からちょっとね、サーフィン前の腹ごしらえということで、スーパーで買ってきたパパイヤ。おお、スーザンが食べたいという願望があったので、パパイヤ、パパイヤを買ってきました。大好きなんだよね、パパイヤ。私だいたい120円は安いね。安い。真ん中にぐさりと。おお、半分だけ食べる。半分は残します。いただきます。はい、うん、おいしい。甘い。パパイヤが一番好き？フルーツの中で。そういうわけじゃない。でも結構好きな方。1位は？いや、めっちゃむずい。あのね、パパイヤの歯ごたえが好き。昔より好き。うん、めっちゃうまい。サーフィン前の腹ごしらえです。こんだけあると結構持ちそうだよね。確かに。これでも最後の最後までいけんのじゃん。うん、あ、いけた。そうだよ。なんかちょっとメロンっぽいかも。うん、そうかな。歯ごたえとかね。うん、いや味も似てる。で、なんかバリ島に来てからずっと同じポイント、ワトボロンビーチでずっとサーフィンしてるんですけど、それがね結構良かったんだよね。海外の波に乗るっていうのはめっちゃなんかドキドキするんやって。特にスーザンはビビり散らかしてる。そうそう、なんかどんな波が来るんやろみたいな。死んでまわへんかみたいな。 YouTube トレンドじゃないみたいなね。そう、なんかもう死んでまうんじゃないかなとかって思ってて、でもバトボロンビーチ入ったら結構サイズがでかいし、あとね、スープのパワー半端ないよね。うん、なんかもうスープで全然もうショートでも乗れちゃうぐらいのパワーなんだけど、やっぱり優しい目ではあるから、結構ね、ここの10日間ぐらい、もう1週間ぐらい経ってるか。2人ともなんか日本で乗ったことないような波を体験してて、うん、2人のサーフィン人生がなんかもうびっくりしてるよね。うん、急になんかさ、すごい波にさ出会えてるから、うん、なんかびっくりして2人とも。で、今後もっとちょっとリーフだったりとか、なんかちょっとみんながよく聞くいろんなスポットに行きたいと思います。はい、とりあえず今から行ってきますか。そうだね、ちょっともう3時過ぎぐらいなんで、腹ごしらえも終わったんで今から行ってきたいと思います。はい、夕日サーフィン行ってきます。Whenever you're down out in the coldFaithless and dark, your story's untold. Come take my hand and walk there with me. I know a place where we can be free. There is a light shining for you, guiding your way, helping you through in shadows and gloom.Somewhere to hide. Now I
野です。夕日セッション入ってきました。めっちゃ楽しかった。やばかった。今日の夕日はいつもと違って、夕日ってさ、このチャングーの付近の海だと風が吹いてぐちゃぐちゃになることが多くて、なかなか夕日セッションができなかったんだけど、今日は風少なくて波もちょうど良くて最高に楽しいサーフィンができましたね。夕日セッション、ステップの練習もなんかできた。準備もステップ踏めてたの見たよ。見た、うん、これちゃんとでクロスでちゃんとね、私たちクロスステップちょっとずつちょっとずつね、うん、とりあえず2歩は出るんだよね、2人とも多分。で今からご飯を買いに行きたいと思います。はい、いつも結構疲れるじゃん。疲れる。で夕日さ、ぐちゃぐちゃの時もサーフィンはしてたから、で結構疲れた時にやっぱり歩いて行けるとこが良くて、うん、で結構2人で見つけて、美味しいお店をね、歩いて行ける美味しい店を2カ所見つけて、それをテイクアウトしてここの宿のここで食べるっていうのが2人の夕方のルーティンになってて、はい、なのでそのお持ち帰りの風景を今から動画に撮りたいと思います。はい、あの夕方から夜にかけてはやっぱね、お家にいたいっていうね、2人がそういう2人だからそう、早く寝たいっていう思いが強くて、うん、あとはお家でゆっくり、うん、なんかたまには外に出てもいいけどね。結構あ、なんか普通の考えでいくと、なんか夕方さ海に出かけて、そのなんかちょっとおしゃれなレストランみたいな、バリにさ滞在してる人は結構みんなそうやってやって、夕方の海がめっちゃ混むじゃん。そうだね。だけどこの2人、海旅の2人はゆったりなんか家で過ごすのが好きな2人なので、そうなんです。いつもこっそりここでご飯を食べてで最後時間があったら映画を見てみたいな感じでね、寝るみたいな。で今からじゃあもうお腹空いたから、はい、行きましょう。行ってきます。はい、行ってきます。なんかね、ここのもちごれんは癖がないんだよ。なんかシンプルで、なんかめっちゃ美味しくてハマったよね。たまたま寄ったらめちゃくちゃ美味しいナシゴレンが出てきて、びっくりしてまた食べて、今回3回目だ。これをテイクアウェイします。テイクアウェイする理由はちょっとまた後説明したいと思います、はい、あるコンビネーションで食べるのが好きなんだよね買ってきました。買ってきました。本当はあのいつもの食べてるチキン、フライドチキン屋さんじゃなくて、なので今日は買えなかったんで、はい、いつもナシゴレンを頼んでるところでフライドチキンをね作ってもらいました。本当はこのナシゴレンにもうどでかいフライドチキンがあるんだよね。そうそれはね、めっちゃ美味しくて、じゃあちょっとどんな感じか開いてみてください。はい、じゃーん。あ、美味しそう。なんかえ、豪華じゃない？豪華。なんか豆腐もついてるわ、準備。豆腐と、あとはなんかこの、これめっちゃ美味しそうじゃんね。豪華プレートになっちゃったね。うん、これが1個だいたい35円ぐらいか。350円。あ、違う違う、350円か。でも750って言われたから375円。うん、1個375円のご飯です。じゃあ早速食べましょうか。美味しい。ほら、あそこの店さ、雰囲気もいいしさ、さっきもずっと喋っちゃった。うん、最高だよね。結構辛い。そう、めっちゃうまい。でスーザンのだけはスパイシーにしてもらいました。え、これ何、これサンバル。あ、俺にもついてんだサンバル一応。実は朝もサーフィンしてたんだよね。で夕方もサーフィンしたんですけど、めっちゃ疲れて、体力どんだけあっても足りんかも。なんか体力だけじゃなくて筋肉的にきつい時もある、最近やりすぎて。違うね、ここぞと言わんばかりにめっちゃサーフィンしてるもんね。パリに来たし、毎日できるし、海から近いし、よし、たくさんやろうみたいな感じで、ここ1週間めっちゃサーフィンしてるんですけど、タイミング見てちょっとサーフィンの数を減らしていこうと思います。でもちょくちょく休んでるけどね、はい、夕日やらないとか。確かに朝、うん、サーフィンしたら必ず宿に戻って宿でゆっくりするもんね。でもそれでもね、疲れる。サーフィン2時間3時間やってるとめっちゃ疲れるんだよね。いつも2人のバリ生活のオープニングルーティンでした。本気で眠いですここ1週間毎日こんな感じで過ごしてます。特になんかあちこち移動してないからね。で基本的にもう近くのビーチがめっちゃいい波だから、そうそう、いつもいつも、まあ本当はいろんな波質を見ていろんなとこ行くのがベストなんだろうけど、ぼちぼち、ね、
そう、2ヶ月いる予定なんですけど、1ヶ月はちょっと様子見だったりとか、バトボロンビーチがやっぱり初心者が多いビーチじゃんね。私たちもまだまだ初心者だから、その何やろ、大きい波とかさ、特に私はね、大きい波とかパワーのある波とか惚れてる波とかリーフとかっていうのはあんま経験ないから、とりあえず修行ということで、今ずっと同じ海にほぼ入ってます。修行が終わったらまたね、いろんな、でもすっすごい面白いことに、今まで肩サイズ怖がってたんだけど、今のバトボロンビーチ全然肩サイズとかあったりするんだけど、全然ね、なんかガーンっていける自分がいる。やっぱ1週間入った時はめっちゃビビったけど、結構ね、肩サイズでも初心者とかが乗ってて、今日サーフィン始めましたみたいな、それ見るとめっちゃ勇気づけられてさ、こんなんで怖がってたらあかんなみたいなっていう感じで、その雰囲気もなんか頑張りさせるような雰囲気があるから、やっぱりここのバトボロンで練習を積むっていうのはめっちゃ成功なのかもしれない。で、次狙うは肩サイズが乗れるようになってきたので、やっぱ頭サイズとかもね、乗れるようになりたいな。こういう感じで、ちょっとサーフィン楽しみながらちょっとずつ成長してます。今日はもうこのまま寝たいと思います。やばいよ。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。お願いします。また次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。もうほれほれのパワーありまくりの、すごいいい経験。